ドキドキ。あー、違うな。ショルダーサック1、バイク2の青木さんがおすすめするアーミューズバイク。イエーイ。はい、カット。なんつったんすか。全然わからんかったです。おすすめバイク。おっぱいバイクって聞こえたっす。絶対そう言ったやろ今。始まったんすかこれ。ほんまに視聴者は焦るっすよ。え、これ、え、これ、サブちゃん、サブちゃん、おすすめバイクだろ。始まってるよ。何言ってんの。おすすめバイク、そしてバイクをこんな返する有名人のバイクに関する、バイクのバイク。じゃあ二台決めてこうよ。え、は、え。はい、じゃあ今回僕が紹介するのは、よく聞かれるじゃないですか、おすすめのバイクってありますかって。うん、まあ、それについて、まあね、ドラッグスター、まあドラッグスターあるんだけど、ドラッグスターのおすすめって言っても僕はメーカーじゃないから、その、まあ、カスタムによってるじゃないですか。うん、でカスタムの、カスタム屋目線での話をするよ。お願いします。それでいい。いや、ブランドにも行った方がいい。いやー、なんか難しいね。おすすめ、なんかニュアンスが違うけんさ、みんなと多分違う。ここ1台を選んでるじゃないですか、もう視聴者の、コメントしてくる人って。でも無理じゃないですか。無理でもないけど、なんか各々の良さがあって、そうなんかどこに重きを置いておすすめを聞いとるかは分からんね。毎回でも多分乗っとる人はおすすめを聞きたいよね。それでもやろ。うん、そうだってそもそもその違いは分からんじゃん。うん、分からん。みんな一緒で、多分俺の思うには、形は多分全部一緒に見えてる。いや一緒やろ、ね。うん、でその中でおすすめはどれですかってなるけ、多分みんなからしたらこの中のおすすめじゃん。うん、でも俺からしたら全部違って見えてるけさ、そのおのおのおすすめがあるわけさ。ああ、まあ確かにね、これをするならこのバイクみたいな感じでしょ。そうでもみんなはそのスタートが多分一緒だじゃないかなと思うけど、ああいう質問だと思うよ俺は。まあざっくりしたやつになるよね。うん、分からんけどね。だけおすすめ、どうやって説明したらいい、何のおすすめ、むずいね正直。むずいよ本当に。だって俺らからしたら、いや乗りたいの乗ったらいいじゃんって話だけど、うん、まあ、前回がそういった動画だったじゃないですか。でもやっぱいまいち、いまいちね、やったけんさ、多分乗りたいのが分からんけど、俺のおすすめは何なのさみたいな感じ。そういうことっすね。でも違うんよね。まあ、俺のおすすめ、好きになるんじゃない、それは。おすすめっていうよりも、いいとこ言ってった方がいいかな、全部。もう全部とりあえず言ってって、うん、からじゃない。それでも、おすすめ教えてくださいって言うなら、もう自分のもう好きなのでいいんじゃない。おすすめね。おすすめね。むずいね。むずいと思う、本当に。いや、むずいと思うよ。だってハーレーのおすすめ教えてくださいって言ったら、うん、ハーレーも何種類もあるわけじゃないですか。うん、おすすめ、え、みたいな。まあね、とりあえずどこ目線で言った方がいいかね。どこ目線、うん、どこを重きを置いた方がいいかね。形じゃないですか、やっぱスタイル。形はでもみんなは一緒なわけじゃん。一緒やね。うん、一緒け、むずいじゃん多分。なんだと思う、コージ。でも形は一緒じゃけど、うん、ドラッグスターだったらあれじゃん、サスがさ、シート下にあって、このスタイルが綺麗とか。確かに。カスタムするかどうかは知らない。まあまあそうです。でもカスタム線でもドラスターの場合は、なんかもうここスッキリしてるじゃないですか。うん、
とかの違い、そうそう、みんな一緒に見えとるかもしれんけど車体によってこういう違いがあるよ。いけるぞ、こう行った方がいいんじゃないですか。もう5分経ってますからね。こいつまだ話さんやん、多分思ってるっす。おすすめね。サビ落としとこうか。ちょっとサビ落とし、サビ止めなとこう。さすがにこういう落ちんの。それサブちゃんで撮ろうよ、せっかくやし。じゃあサブちゃん撮るのかな。ちょっと止めて、はい、このすごいサビ、このすごいサビを、うわぁ、なんかやば、色がやばい、それ病気になるやつやろ、吸ったら、やばい、マスクしよう、やばい、マスク入ります。今のででも全然すん、表面だけ、うん、まあ奥はもう取れんけんね、どっちにしても。だっけ、ある程度ちょっとサビ止めだけ吹いてきます。サビ止め吹くと吹かんのも全然違う。まあまあぶっかけた話、もうサビ取ったらダメなんよね。じゃあそれでサムネ取ろうよ。サムネじゃない、サムネ、ちょっとサムネ、いやちょっとみたいな、いや顔とそこ離れられるとね取りづらいな。ああ、それやね、やばい、これ伸びるわ、伸びるわ、ネタ伸びる気になりたい。ちょっとサビだけ取っちゃう、これいけんわ。このサビが腐食しすぎたらこれ表にも出てくるとかあるんですか。あるよ、割れるってこと、もう貫通するんですか。穴があるとか、それでももうほんま行ったところ、行くそこまで行ったらそんな感じ。うっさ。なんかちょっと幻想的よ、見た目はね。見とる側は、あ、すごいね、横とか、うん、ちょっとヘルプいいですか。え、ちょっと押さえてて、こうやって、待ってますね。くそ、これね、こう反対回すとよく取れる。ああ、そういうことね、分かったよ、その理論は。え、これもともとはサビ防止みたいなのってついたの振ってあるんですか。最初あのね、表はね結構メッキがしっかりついたんだけど、裏はあんまついてないんよね。こういう車内費のパーツってね、なんか実際ぶっちゃけた話ですけど、見えんけんね、裏なんて。
まあ、それも落としちゃうんですか、サビ。いや、すごかったわ。取れたんですか、これ。何になるんかい。反応してなくすんかね、これは。溶ける。溶けるんじゃない。鉄粉取りみたいな。鉄粉取り、そうそうそう、できる。とか、サビを取るっていうわけじゃない。サビを見たくないよ、俺はもう。はい、嫌な思いしかないけどさ。マジで血吐いたっすかね。これはこうです。マスクが必須やもんね。俺の香水って書いてない。香水って書いてない。俺のやつはどうだ。もらったやつ。これもう一回紹介しちゃった方がいいんじゃないですか。あれ俺のやつだ。グリングリングリンにしてどこ置いたの。捨てたんじゃないですか。捨ててはないですか。捨てたはやばいっす。え、あの普通のガスの方、あどこやったの。ガスのガスのやつ。なんで。え、なんかこの前新しいフィルター買って、捨ててどこや。向こうで塗ってそのまま。使ってない。何回取るかな。ちょっと3個にしてこれ入れて。カプセン。カプセン。サブちゃんができたけんさ、こうメインがね、こう内容がしっかりしとるんですよね。え？え？え？マスク復活。マスク復活。この人はマスクしとる原因かもしれんけど、俺はマスクしてないんでね。もうマスクしてない。してないんで。いやけんすぐ洗濯機のあれがたまるんですよ。もうフィルターが。フィルターが。一時期あれ、削った時に私もなんかフィルター茶色いの。茶色いんですよ。で、ジャリジャリ言うんですよ、取るの。なんか砂みたいな。嫌なんですよ、あれ。あれなくなると思ったらもう最高っす、別居。マジで。マジ一時期もう、やばかった。削り系のたびに、ちょっとあれが多分、こんな感じだ。それはあれじゃねえ。この洗濯機で洗って帰らんと。で、あれ新居になったら洗濯機ここで洗って帰る。なんで？鍵はもう全部こっちで全部洗って帰る。だから一回洗ってびしょびしょなまま持って帰ってもらう。こっちで洗って、こっちでこっちで。あそっか、あの洗濯機使えるんか、こっちで。はい、使える。だった。ああ、そういうこと。そう。ドラムが。ドラム。ドラムが外にあるって。すごい、ね。金持ちっすね。取られんかね。取られんやろ、あんな。ガタ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 言うやつ、非常迷惑でしかないよ、ほんまに。あれね、よう、この1年半、苦情がなかったマジね、ほんまにミラクルよね。ミラクルガン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 
くっさーこれみたいな思ったけど、うん、途中からもう、うん、なっとるなっとるみたいな。そんななる選択ないもん。ないっすよ、あんなガンガン言うのないっす。ドラムでね、なんか普通のやつはさ、選択も偏ったりして、ああはいはいはい、もう暴れ回るじゃん。暴れ回るっす。あれと一緒ってことだろ、ドラムなのに。うん、あれあいつの場合多分叩き寄る横をダン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 みたいな。みこしとかって結構おかしいですよ。重いっすもんだってあれ。そのやつ軽いの、一人でも軽いの。くっさ、あれ無理だよ。じゃあ無理。それ何吹いたんすか。サビ止め、サビ止め吹いただけ。まあどうせうちは見えんけん、全然いいじゃないですか。うん、こうやってちょっとしとくだけでもね違うもんね、フォームがね。うん、まあ本当は全部取った方がいいんだけど、サビてるやつも取れんけんさ。取れんよ、いるよ。よし取る。もう諦めたっすもん俺も途中で。途中でもうダーンって諦めて、なんかすっきりするっすね。でも諦めたら、諦めてもう振ったら、もう最初からしときゃよかったって諦めも感じ、ある程度で止めるのも感じんす。マジほんまに最初の俺はなんか本当に綺麗なバイクを作ろうと思ってたっすから、いかに大変か分かったよ。いや俺にはまだ早いっす。早いし多分もうやらんす。それなんすか。違う確かに俺の日本語も間違ってたかもしれんけど、うん、そこは感じ取ってほしかったわ。あれそこ曖昧だね。なんちゅうかな、一言で言ったらまあ印これもサビ止め終わったんすか。うん、ちょっと乾くもちょっとここにスイッチ、スタートのスイッチとヘッドライトのスイッチここにあるけんね。サブさんは終わった。じゃあサビはこんな感じで、時には妥協も必要です。妥協っていうか時間があればねいいと思うんですけどね。あとこういう見えんとことかね、裏とか真剣パースでもすぐ入ればいいのに入るけんね。対処方法もあるしね。それっす、全部取らんでも、うん、サビを遅らせる方法。じゃあ今度それを講義をよろしくお願いします。ありがとうございました。